シマカコソウは、シソ科キランソウ属の多年草。別名、シマキランソウ。高さ15から40センチメートルになり、全草一面に短毛が生え、特に茎、花序などにはやや長い毛が密生する。葉は耐性し、長さ約 0.5 から2センチメートルになる葉柄がある。葉身は、長さ約2から6センチメートル、幅約1から3センチメートルになり、葉の先端は丸みを帯び、円には波形の鋸歯がある。夏季は11億年に1月。夏は一時枯れて、11月末頃から芽吹き出す。枝先に近い葉液から花を出す。萼は長さ約6から7ミリメートルの鐘状で、長い縮毛があり、5列し、萼裂片は三角形で、長さ約2ミリメートルで先は鋭い。果敢は筒状の神経で白色。長さ約 1.5 センチメートルになり、軟毛が密生する。上唇は長さ約 2.5 ミリメートルで浅く2列し、下唇は長さ約4ミリメートルで、中央の裂片が等身型で大きい。幽髄は4本あり、うち2本が長い。果実は分花で長さ約2ミリメートルになり、色は淡い茶色、背面に網目模様がある。日本の小笠原諸島固有種。父島、母島、瀬島に分布し、日当たりの良い湿った岩場に生育する。本種の生態については、その詳細について把握されていないが、生育個体数が極めて限られている。その原因として、台風や生育地の崩落等の自然災害、家畜から野生化した野ヤギ等による食害、外来植物の侵入による影響が考えられている。また、日本の絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律による国内希少野生動植物種に指定されたことにより、自然状態で安定的に存続できる状態とすることを目標として、農林水産省、国土交通省及び環境省によるシマカコソウ保護増殖事業計画が策定されている。絶滅危惧 IA 類。ありがとうございます。